ロムカセットの内部ファミリーコンピュータ用、ロムカセットの内部。黒色の部分がコンピュータプログラムの収められた ROM と、その ROM を接続端子へと配線した基板である。オレンジ色の部分は内部電子回路を保護するためのケースで、内容物のわかる異常の凝らされたパッケージとなっている。ここでは内部構造を示すためにパッケージを外しているが、通常は外されて利用されることはない。 ロムカセットとは、ロム等の取り付けられた基板を内蔵した、プラスチック製の箱の総称。ファミリーコンピュータをはじめとする、ゲーム機用のものを中心に単に、カセットとも呼ばれているが、オーディオ機器や、初期のパーソナルコンピュータの記憶媒体である、コンパクトカセットとの混同を避けるため、ロムカートリッジ、カートリッジとも呼ばれる場合もある。最も有名な用途として、ゲームソフトがあるが、 その他にもゲーム機以外の電子機器の機能を拡張する用途にも広く利用されている。本項目ではゲームソフトが記録されたカード上メディアについても解説する。ロムカセットの登場まではゲーム機にあらかじめ内蔵したゲームプログラムしか動作させることしかできなかったがゲームプログラムをロムカセットとして切り離すことでロムカセットの交換によって一台のゲーム機で複数の ゲームタイトルを動作させることが可能になった。現在、据え置き型ゲーム機のゲームソフトの供給媒体は、CD-ROM や DVD-ROM や BD-ROM 等のディスクメディアが主流であるが、以下の点で、ディスクメディアにはない利点や欠点があるため、携帯型ゲーム機では現在でも主流である。一般的に、カセットと呼ばれていないものは、括弧内にその呼び名を記載。ロムカセットの体積は、 半導体技術の進歩により小さくなる傾向がある。例えば任天堂のゲーム機の場合では、任天堂64用ロムカセットは、スーパーファミコン用ロムカセットより体積が一回り小さい。また、携帯ゲーム機でもゲームボーイ、ゲームボーイアドバンスとハードが代替わりするにつれ、体積がどんどん小さくなってきている。ありがとうございます。